上腕二頭筋のトレーニングです、上腕二頭筋っていうのはこの二の腕の、ね、前の部分、力こぶの、ね、この筋肉になります。格闘家にとってはこの引く力であったり、ね、パンチを戻す時にもこういう時に使ってくれる筋肉ですね。女性の皆さんにとってはこの二の腕を細くするっていうのはすごく大切なトレーニングになってくると思います。重さによって、効果は変わってきます。筋肉をつけたいのであれば重たいものですね、10回から15回できるような重さでやっていただければいいですし、引き締めたいのであれば20回、ね、30回やっても、ちょっと使っているところが意識できるなっていうような重さを見つけるようにしてみてください。それでは動作に入りますね。足幅肩幅ぐらいに開いていただいて、足首膝、そして足の付け根を少し緩めてあげます。ウエイトトレーニングするとき全てそうなんですけれども、背中を丸くすると腰に負担がかかってしまいますので、背筋をまっすぐにした状態で軽く足首、膝、足の付け根を緩めてあげます。ダンベル、こういったものがない場合はペットボトルなどでも同じ効果を得ることができます。はい、肘をですね、少しお腹の前、あわら骨のあたりぐらいに乗せて、ゆっくりと肘を曲げていきます。下ろしてください。で、上げるとき最後に手のひらをちょっとね、ぐっと外側に向けるようにしましょう。その方がこの二頭筋、上腕二頭筋というのは完全収縮されますので、最後に手のひらを外に向けるように、こういう形でトレーニングをぜひ続けてください。